こちらは3つ並んでるんですけれども、はい、これはこの3体でテーマとしては何か1つの作品なんでしょうか。はい、3つで1つの作品で、サイレントボイスっていうのが元に私の作品のテーマで今制作してるんですけども、そのテーマの、シリーズの1つの作品ですね。3体それぞれにこう違う、まあ、表情というか、こう表しているものとかっていうのは何か具体的に説明していただくことは大丈夫ですか。はい、音のない声っていうのがテーマで、人の感情は表しているんですね。で、それ以上あまりこう私も言葉にできないので、この形にっていうか作品してるんですけども、唯一言えることは詩、ポエム、うん、ポエムであるっていうことですね。私の作品は彫刻は絶対死でないといけないってどこかにずっと昔からありまして、その人の感情を、まあ、そうですね、死のような、見て感じる死のような。いや、それはこう見た人がこう作品から感じて、その人の中にこう湧き上がるような何か、まあ、詩的なものっていうのがあれば、 そうですね、はい、それが一番私の多分作ってる表現すべてだと。じゃあサイレントボイスのシリーズということで、個々にタイトルとかはあるんですか。ないですね。ここにはつけていなくて、すべてがサイレントボイスです。この作品を作るときに特に 何かこう自分の中で、同じちょっと質問が一緒になっちゃうかもしれないんですけれども、表したかったものとか、そういう自身のなんか感情みたいなものがやっぱあるんですか。やっぱり人って不思議なもので、すごくいろんな感情を持ち合わせてると思うんですよね。動物、他の動物と比べていろいろ考えたり感じたり、数がもう分からないほどのその感情とか感覚っていうのを、多分私は一つずつその作品の中に探して表現したいなと思いながら、探しながら作ってるんだと思うんですけどね。そうなんですね。ちなみにこれはいつ頃作られた作品になりますか。これはもう、今年2020年の1月に、作りました。今年の初めに展示があって、現在美術絶対展っていう、いろんな作家さんが国内から来られてする展示に向けて、作った作品。作品を作られるのにかかる期間って、まあ、その作品の大きさとか、その時の、ね、スケジュールの状態にもよると思うんですけれども、はい、どれぐらいかかるものなんですか。時間的にはですね、そういう計算したことはなかったんですけれども、だいたい100時間ぐらい一つの作品にはかかってると思うんですね。もし朝から晩まで寝ずに作ったら24時間なんで、まあ、4日間、そうですね、以上。日数的にはもうちょっとかかってるので、うん、もちろんそうですね、ずっと作り続けるというかね、時間がですね、自分の中ではもうやっていく経験の中で3時間以上超えてしまうと、ちょっとおかしくなりますね。おかしくなりますね。でも止まらなくて、大体まあ結局は一応3時間目安で止めようと思うんですけど、基本的には6時間ぐらい作り続けてますか。一回粘土触ると、うん、心がそのまま作品に行くので、うん、その時の体調だったりとか、うん、精神面とか、そのまま作品に出るんですよね。まあ、特に今年はね、コロナ禍でいろいろと作家さんもいろんな苦労を抱えながら、そうですね、制作活動をされたと思うんですけど、うん、本当に特にこう見てほしいポイントとかって何かありますか。いや、そういうの空間含めて立体の作品は作品ですので、私の場合は具象的な人間の体をモチーフにしているので、この体の例えばパーツとか目とか、そういうその正確さに先にとらわれることが多いです。うん、作られない方も この顔が本当に人間の顔に見えるかどうかっていうところが先に行ってしまうと思うんですけど、その先の表現を見ていただきたいので、形が正確であるか、こういう人がいるのかどうかっていうよりも、はい、その表現、その先ですね、その空間とかフォルムから何か感じ取ってもらえればいいかなと思って。
当にサイレントボイスっていうか、何かこうあの伝わっ何とも何どう言ったらいいのかわからないですけど、何かこう向き合ってると確かに何かこう感じるものがありますね。出来上がった作品を感じるんです。ちょっと作ってる時とはまた別な、私のその時その時の今までの作品もそうですけど、すごい抱えてたりとかいろいろすることが多分そのままなので、振り返りますね、この時の自分の状態とか。私の作品はどこかの一部がこう欠けてたりとか、なくなっていたりとかするんですけど、というところがやっぱり表現で一番私がこだわってる部分かなと思います。静かですけど、ものすごく何かこう語りかけてくるものが本当にある作品だなっていうふうに思って、この動画をねご覧になっている方にも、やっぱりこういった作品は本当に実際のものを見て、あのどういうふうに自分が感じるかっていうことが本当に大切なので、グループ展とか作品を展示される機会があるということでご紹介もしていきますので、皆さんぜひご覧になりに行ってください。今日は金愛子さんのアトリエ訪問で作品とその愛子さんへのインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。